こんにちは、ドロンコです。今回はですね、夜の長い影、絶望将来を使っていきます。これらのカードを見ていたらですね、あれもしかしてこれまたターグリッドと相性がいいんじゃねって思いました。というわけで、まずターグリッドの能力について軽く振り返りましょう。対戦相手のパーマネントが生贄に捧げられるか、カードが捨てられるたびこちらのコントロール下で戦場に戻すことができるという能力です。はい、これを踏まえて夜の長い影と絶望将来の効果を見ていきましょう。まずは夜の長い影から。夜の長い影は4マナの英雄タンです。1章2章は同じ能力、各対戦相手はそれぞれカード1枚を捨てない限りクリーチャー1体を生贄に捧げます。ディスカードもしくは布告除去を相手に強要します。どちらもターグリッドの能力と噛み合っています。この能力のいいところはですね、相手が手札を持っていない場合、盤面にクリーチャーがいない場合でもどちらかが機能するということです。要は腐りにくい能力だっていうことですね。第3章裏面はヤインの糸です。ヤインというのはヤイン明神のことです。昔の神側に登場した主人公梅沢敏郎に影から影に渡り歩く能力を授けた神です。ヤインの糸は04のクリーチャーエンチャントスピリットです。威迫を持っています。ヤインの糸が攻撃するたびターン終了時までこれはプラス X プラス0の修正を受けます。 X の修正値はプレイヤーの墓地にあるクリーチャーカードの枚数分です。このカード、夜の長い影の第3章にたどり着くまでに大抵の場合は対戦相手のクリーチャーをかなり削っていますので、いくらかの X 修正と威迫で優秀な黒空源となっていることでしょう。続きまして、このカード絶望将来です。黒クワッドシンボル5マナのソーサリー、対戦相手1人を対象とします。そのプレイヤーはクリーチャー1体を生贄に捧げます。そうできないならそのプレイヤーは2点のライフを失い、自分はカード1枚を引きます。その後エンチャントとプレインズウォーカーについてもこの手順を繰り返します。まとめると、クリーチャー、エンチャント、プレインズウォーカーに対して順に布告除去をかけるソーサリーです。除去の対象がなかった場合は2点ルーズと1ドローに変わります。こちらのカードもですね、夜の長い影と同じで腐ることがないんで意外と使いやすいです。除去対象があった場合はターグリッドと噛み合いますね。これらのカードをターグリッドと組み合わせていきます。それではデッキリストを見ていきましょう。今回はですね、ヤインの警告というデッキを紹介していきます。試合前半はクリーチャーによる能力も含めたハンデスト除去をバンバン打っていって、試合後半は恐怖のドールハウスで前半に使ったクリーチャーを使い回しながら、夜の長い影の裏面ヤインの糸やターグリッドコンボランタン、絶望将来のライフルーズ、ドールハウスからの構築物でとどめを刺しに行きます。1マナ引き釣り目、後で紹介するカードの作り対象です。2マナ習得の熟練者ハンデスします。3マナ悪魔の信奉者と墓照らし、双方とも自分と相手の両方に布告除去を敷います。悪魔の信奉者はプレインズウォーカーに対しても布告除去を行います。墓照らしは墓照らしが戦場に出るそのターンにすでにクリーチャーが死亡していた場合、布告除去がワンドローに変わります。扱いに癖はありますが状況に応じて使い分けることができますね。飛行も持っていますのでクロックを通しやすいのもポイントです。八方塞がりは2枚ハンデスです。フランゾンビが生成されますが、こちらは作り対象にしたり能動的に死亡できますので墓照らしのドローにつなげることができます。サイドボードはこんな感じです。それでは対戦へどうぞ。はあ、目玉の暴君の隅か。くー、ちょっと動きが悪いけどな。だいぶ動き悪いけど掌握でどうにかごまかしていこう。あ、やべえぞ。あ、掌握2枚 OK、 これは戦えるわ。だいぶ動きが早いデッキでしたね。ぐるる精霊、はい、なるほどね。ターン終了、はいよ。で、なんか重ねてくるかな。はい、除去見とるか。はいよ。痛えわ。あー、これどうかな。インスタントでもいいけどソーサリーでいったん。ソーサリーでもないけどクリーチャーやけど、はい、これでヘルハウンドも落とすと。ただ向こうは向こうで速攻持ちのクリーチャーがいるんすよね。ホブゴブリンの対象、これやったら大丈夫。
夜の長い影。まあでも反動してるか、反動っすね。はい、未開地、このタイミングで未開地切らせたんはいいね。よかった。その攻撃も痛いが、あ、ハンドじゃない、それ捨てる、あ、それじゃあ安心してターグリット出せるわ。なかなかタフ5は焼けんと思うけどな。うん、クリーチャー展開しない。はい、はい、とりあえず殴ろう。とりあえず殴って、あ、絶望将来打ってもええんやけど、それでドローしててもドールハウスかな。うん、先出しとこう。だけどこのターンは何も出さない。はい、まあそうやな、ターンを渡すしかねえよな。ボウ君の住処起動、起動をで殴っていくと、ヤイン明神のパワーを落とさんように、未開地を食べよう。うん、はいよ、エンド。せやねん、ドールハウスがあるからクリーチャー出せねえよな。あ、サクバク、オッケー、しゃあない、それはしゃあないですね。せやねん、こいつら威迫持ちやからチャンプブロッカー出そうにも出せへんっすよね。あれもしかしてこれギリ耐えてる、あ、まあこれでええんやけど、とりあえず殴ってだね。あ、で絶望将来、対戦ありがとうございました。あ、ターグリットまで遠いけど、まあキープしてこっかが、ちょっと動きづらいハンドですけれどもね。相手も同系統の剣撃か、ちょっと動きづらいな。これもコントロールやったらやだな。コントロールやったらターグリット裏面で使った方が良さそうですね。え、ブロックしない、絶望将来も2枚きた。はい、お、ターン渡してきたな、熟練者。はいよ、オニキス、あー、雪上の結婚で持ってこれるからっていうことね。ここは攻撃しない。はいはい、あー、うーん、本当は殴ってきてほしかったけど、まあ構えたで殴ってこんよな、そらそうだ。一旦遅れたけど、ターグリットのランタン次のターンに出しましょう。あ、完全にミラーやんけ、マジで言うとんのそれ。
じゃあそれ絶望将来あるんじゃないの。かいいかな。それはほう、引き釣り目、はい。あれ死のうさなの。布告状況が飛んでくるかなって思ったけど死のうさでしたね。あーそうだな、環境科学持ってくるか。いや、殲滅学か。確実に落としといた方が良さそう。いや、ちゃうな、絵師やな、絵師。あはい、殲滅学、はい。なんだこの対戦は。引き釣り目出して、ちょっとこの引き釣り目が追放なのが痛いけど、はい。ランタン起動、あ、いいよ。3点ルーズかな。ああ、そらそうやな、引き釣り目落としたらええもんな。そうっすねなんだこの対戦は。めっちゃ動き2トンやけど。殲滅学、はい。ランタン、まあランタンでしょ。ランタン起動を、あれ、はい。宝物が生まれてしまう、はい。信奉者、こうかな、はい。あー、ハンデスいいね。ハンデス打って、エシを落とす。あー、じゃああれ雪上の結婚だ、手札に握っとんのは。はい、ランタン、ターン終了。さあ、雪上の結婚そろそろ打ってもいいんじゃない。あー、でもオニキスって、あー、論争か。オニキス教授って6マナか、矢でまだ打たんのか。なるほどね、そういうことか。うん、ターンをもろて引き釣り目か。まあ引き釣り目はありやな。とりあえず貝、貝で突っ、貝ちゃん熟練者で突っ込んでいって、あ、トース、あ、そう、引き釣り目、ランタン2回でもよかったか。ランタン、はい。はいよ。あ、宝物ね、はい。お、6マナそろったや。じゃあ雪上の結構打つんちゃう。あ、まあまだ打たんと。おお、あ、そう。じゃあ、まあさっきクロック、さっきクロック与えて、うん、でずっと雪上の結婚を握っとるから、このタイミングでもインスタントタイミングじゃなくてメインでどんどんランタン起動していこう。あ、マジか、宝物があるから。
そら良くないね。はい、残念やけれど、まあしゃあないか。漂白はマジ漂白か。ハンド見られたな。絶望将来でしょ。え、掌握マジで。あー、まあ2枚あるからっていうことかな。知能差手札を枯らしたね。っていうことはだ、殴っていって、あ、まあ、ランタンも起動して宝物を探ると。絶望将来いっとこか。はいよ。あ、ライン名人来たな。頭蓋の奇襲、八方塞がりと掌握。うん、オッケー、じゃあこれで終わりだ。はいよ、対戦ありがとうございました。うん、キープしてみようか。はい、ちょっと土地少ないですけどね。あ、いいね。白白、はい。え、了解の剣出してきた。了解の剣か、はい。うん、土地ね。オッケー。で、殴ってエンド。うん、予言ルームスカールか。はい、エンド。ちょっと土地引いてほしいな。パラディンクラス、はい、レベル上げ、はい。あー、土地ってそれか。タップインか。まあ次からは動けるでいいか。まだね。はい、バルクミラー、バルクミラーめんどくさいけど、八方塞がりを先打とう。これバルクミラか。攻撃しても意味ねえな。そうっすね、墓照らしで引き釣り目サクってバルクミラ除去できる何か持ってくるか。墓照らし出して引き釣り目削って、ちょっともったいない使い方やけど、殲滅学ええし、殲滅学で攻撃しない。はい、戦闘講習、はい、うん、戦闘講習も厄介。ターグリッドか。そうだな、まあランタンで出すか。墓照らしは殴っていい。墓照らしは殴る。ランタン、ランタン起動、はい、はいよ。あ、呪文や能力を打ち消す。あ、そっか、バルクミラーだいぶうぜえな。あれは置いとけね。レーデイン、ガチガチか。
レーデインね。レーデインめんどくせえな。くー、掌握信奉者、信奉者かな。で、こいつサクるわ。あ、で、墓テラス。バルクミラの効果で打ち消されるん痛いな。廃墟の地で割ってくる。うん、しゃあない。はい。パラディンクラスレベル3と、これで5マナまで届いた。バルクミラがおらんくなるかな。 OK、 これで殴っていけて、ランタンの能力も使えると。はい、 OK。ドゥームスカール全然いいよ。あー、熟練者か、熟練者ありすね。夜の長い影、あ、で熟練者はいや。はい、エンド。ボウ君の住処、ランタン。パーマネントそろそろ破壊するか。パーマネント破壊、絶望将来。オッケー、レーデインね。了解の剣装備、はい。夜の長い影打ってサクってもらおう。でランタンで終わりと。あ、まだこいつが残っとるか。これをサクるか。レーデインが残ってしまったね。ただもう一回サクるから。審判か、あ、こういう感じのデッキか。なるほど。対戦ありがとうございました。この手のデッキは分かってはいましたけど強いっすね。特に環境にアグロが多いんでこういうデッキは刺さります。機体デッキとか、あとトークンが横並びするデッキやったらちょっと不利かもしれないですね。機体はですね、もうこれ黒タンなんでアーティファクト潰せないは仕方がないんですけれども、トークンの横並びに対応させるんやったらあれですね、全体除去は必要ですね。夜の長い影も絶望将来も使ってみたら結構使いやすかったです。両方とも腐りにくいしアドが取れるんでね。夜の長い影は2枚落とせる上にクリーチャーとしてこっちは残るんでね。絶望将来の方も13交換、そうじゃなくてもドローに変換するのは使いやすいです。ターグリッドについてはまあ普通に運用するんやったらほとんどランタンで出すことの方が多いでしょう。いけそうだったら表面で出すって感じですかね。デッキコンセプトは崩れてしまいますが、ほとんどあの表面で出すことはないんで、ターグリッドの枠を西門の主なんかに変えてもいいと思いますよ。ここはお好きなフィニッシャーをどうぞ。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価をお願いします。それじゃあまたね。